はい、どうもプロなんです。やっほー。ということで今日は新企画、嫁飯ということで、勝手に人の嫁の飯を食べるという、はい、なんともデリカシーない企画なんですけども、はい、ちょうど今夜7時でめっちゃ腹減ってるんですよ。で、まあ、昨日ぐらいから、行ける行けるって連絡して、今日、行ける人見つかったんで、早速、ちょっと、行ってみましょうか。はい、家帰って飯食わなくてもいいし、一人の寂しい夜も克服できるという素晴らしい、はい、企画になってますんで、はい、ちょっと初めてやる試みなんでね、ちょっとお手柔らかにお願いします。ということで今日まったり行くんで、ちょっと早速今日のゲスト、はい、行きたいと思います。楽しみ、めっちゃ楽しみ、普通に。はい、今日のゲスト、沢屋の沢くんです。こんにちは、こんにちは。で、さしから。お酒入ってないとつまんないから。めちゃくちゃリアルなテンションやめてくれない。いや、もう家のテンションなんで。家のテンションなんだ。家のテンションなんだ。いつもやってるのは違う事務所なんだから、ね。あれ、人格違うんで。人格違うんだ。人格違う。いや、めちゃくちゃいいわ。そのテンションで。こういう感じっす、常に、うん。はい。それで俺もやりたいんで。はい、ようこそ。ということで、はい、沢くんち。はい。意外に仲良くてね。そうなんですよ。前の彼女の時に助けてもらって。結構世の中で、ね、いっぱいニュースとか、はい、いろいろスプロダさんが試して相談するっていう動画上げてましたけど、はい、その動画の何よりも前に真っ先にここに来てますから、一回。はい、すいません。はい。はい、ガチの、ガチの。緊急治療室みたいな。はい、緊急治療室みたいな感じで、はい、沢夫婦にちょっと、アドバイスをもらってて、ちょっと、あそこから絆が深まったということで。まあ一応、プロタンさんとは真反対の人間ですから、僕は。確かに。真面目も真面目なんで、はい。はい。よく迎え入れてくれたね。いや、まあ、ありがとう。だいぶ交渉しましたね。はい、だいぶ交渉した。まあ、ただ、プロタンさんなんで、はい。これなんとか、でもさ、逆にさ、俺みたいな そのさ、まがいものが来ることによってさ、夫婦の絆より深まるんじゃない？確かに僕がよりこう、はい、あ、やっぱうちの旦那いい人だなって多分。違う、相変わらず、家とかさ、来たことある人いる？結構なんかその家紹介みたいな。一回のヘラヘラさんが結構くまなく。あ、そうなんだ。はい。なんか、引っ越してこようかなみたいな。あ、そうなんだ。ヘラヘラさんにコラボ。一歩再生始めようかなみたいな。あー、やっちゃったね。プロさん、そうやって、ちゃんと、拾ってくんないと。ガチになるから。やっちゃったね。僕やっちゃったんじゃない。やっちゃったな。やっちゃってるじゃない。冗談ですよ。サワサワ30しか。だからやめろって。正直嫌いじゃないんで、そういうの。嫌いじゃない。エッチな感じ好きなんです。あ、嫌いじゃないもんね。エッチで真面目なんで。エッチに真面目なもんね。エッチ紳士だもんね。エッチ紳士っす。エッチ、どうなんだ。ヘラヘラさん。ずっとこれ映してるんですか。なんでこれずっと映してるの。いや、なんかこれ版画が昔やった版画に似てるなと思って。これあれです。じゃあ俺がピカソ。え、俺が小学校の時やった版画のやつじゃないの。ピカソだから。レプリカです。レプリカですけど、ピカソの方です。レプリカでいくらぐらいするんですか。これいただいたんでちょっとわかんないですけど。闘牛士です。闘牛士なんだこれ。闘牛で。あ、ここの尺絶対長いって。ここの尺絶対長い。めちゃくちゃおしゃれじゃん。うわ、素晴らしい家だね。なんかすげえインテリアすごいな、ちゃんと見ると。あちこち牛がある。あ、これ牛なんだ。あ、これでも彫刻家の方の。絶対アルプスのハイジとか好きでしょ。どういう偏見？アルプスハイジ。牛はなかなかなくない？あ、でもなんかやっぱこう牛って強いイメージあるじゃないですか。はい。強い生き物です。後ろもなんかまたこれ牛でしょこれ。それ今牛の皮、牛の皮。それ奥さんとのツーショットだから今日映せないから黒い人にかけて。あ、牛の皮はこうやって被せてるのかと思って。違う違う。ピース全部サムネなんですよ、僕 YouTube の。すごっ。ちょっと見えないけど、うっすら。本当だ、すげえ。全部 YouTube のサムネです。これすげえ。そう、これちょっと結婚式の上にマネージャーからもらって。めちゃくちゃすごいな。そうなんです。沢くんち、これすごいよね、沢くんちの家。いろんな家行ったけど、こんなおしゃれな家なかなかないよ。ちょっとセクシーな感じで。このテーブルとかすごくない？このテーブルだいぶね、あれっす、いい感じっす。いや、これすごいよ。結構、人呼んでね、飲むの好きだもんね。あ、そうです、よくいろんなゲスト来て。うん。緊張するな。何がなんかすごい緊張する。何も緊張しない。俺なんかジュキアが来た時とか全然緊張しなくなる。黒田さんが来ると緊張で。やっぱ大人が見てるから。大人見てる。結構大人見てるから変なこと言えねえなと。30代前半から40代前半が一番多いな。ちょっと変なこと言えねえな。40%いるから変な。まあ、じゃあけどとりあえず黒田さんやばい秘密全部暴露する。やめて、全部暴露されたし。ちょっと見てていいですか、こうやって。
何年、すごいな。とりあえず僕酒飲んだらいいっすか、うん、で、奥さんが、奥さん顔は、下はいいってこと。そうなんだ。あ、AV 監督みたいな撮り方やめてください。いや、なるでしょ、こうなって。名前なんて呼んでる。エリマネです。あ、エリマネね。マネ、あ、言ってる言ってる、はい、エリマネって奥さんのことなんだ。はい、エリマネ。マネージャーのことかと思った。じゃあ、エリマネ奥さんが今日作ってくれてると。はい。足長、こう見ると。こう見るとね、消防車のはしごぐらいあるぞ。俺の目線がだっておへそだもん。確かにね。じゅっちょ言っていいよ。うん。175センチ。でも、あの、黒田さんの動画に時々出てる身長差30センチの女性。あー、あかねさんね。あかねさんには負けます。いやいやいや、同じ10頭身8頭身カップルだ。一番キスのしやすい身長差する。すごいな。今日何、めちゃくちゃ作ってくれたんだ。今日はあの、何が好きかわからないんでオールジャンル作ろうと思って。エリマニアご飯得意なの、料理。いや、全然得意じゃないです。でこんなん見たことないよ、こんな。ちょっとあんま映すのやめよう。幸せだね。うわ、結構きついわ、この企画なんか。がっつり行きましょう、今日プロ。これは何ですか。これ萌えシャンドウですね。じゃあちょっと、そっちで乾杯です。いや、乾杯。酒がすごいね。あれ全部ワイン。ワインです。プロダさん、ワイン好きなんですね。なんか、なんか事前にもっと容赦なく言ってくださいよ。これ飲みたいとか、あれやりたいとか。めっちゃかわいい。好きなんだ。あ、マジですか。あの、格闘家のヤチっていうやつと。ヤチさん、仲いいっすよね、プロダンさん、うん、赤ワイン会とかやるの、2人で。何それ、何、いつからそんなお付き合いになったんですか。で、僕が覚えてるプロダンさん違うんですけど。いや、そうそうそう、赤ワインうまいなと思って。何が酒好きなの。僕は何でも飲みますよ。最近でもジントニックとか作りますよ、僕。ジントニックを作る。あ、全然作ります。作るってない。一から作るってこと。普通にでも、あの、混ぜて、トニックウォーターとジンと。すごいね。やります。なんかさ、はい、誰かの YouTube で見たんだけど、 YouTuber 一酒好きみたいな。ああ、もう肩書きない。あの、オールジャンルいけます。例えば、あのね、メンタリスト DAIGO さんとかだったら、うん、結構ワインに精通してるイメージある、うん、僕結構オールジャンルです。で、日本酒もね、だってご飯とかも意外に結構してるもんね。だ、日本酒作りました、ね、日本酒、あ、見た見ました。いや、俺も作ろうと思ったんだけど、うわ、やってると思って。先ちょっといっちゃう。デスターシャラク。デスターシャラク。デスターシャラク作りました。シャラク、もう一気に日本酒になったこれ。そうです、福島の日本酒、うん、で、シャラクのシャとデスターシャのシャで掛け合わせて。そういうことね。デスターシャラク。シャラクってうまいもんね。めちゃめちゃうまいです。このリビングでこんな心境でまたご飯食える時が来るとは。いや、でもなんかめちゃくちゃワキ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 早くない酔うの。わきわき。そういうとこなんだよね、プロテアさんがモテんのって。モテじゃないし。マジで。いや、マジごめん。いや、すごいっすよね。さりげなく出る一言が、可愛くて面白いっていう。別に可愛くもないし、面白くもない。いや、面白いでしょ、わきわき。クレヨンしんちゃんレベルでしょ、それ。前回だって、プロテアさんの家で、唐揚げ、うん、あ、ね、食べたもんね。兄弟で行って。兄弟で行ってね。そう。で、最後、包茎とチンコの短さでいじられて終わるっていう。ほんとひどいっすね、あの、違う。僕らがいろんな YouTube でコラボしたんですけど、一番最悪のオチです、あれ。オチだから YouTuber つまんねえとか言われるかもしれない。オチのつけ方、チンコ見せ合うっていう。中学生の必死なやつだ、ね、そうそう、必死なやつ。いや、だから面白い。面白いけどね。面白かった。あれ面白かった。あれ確かに面白かった。マジ面白い。ここのリビング、もう2回目、3回目ぐらいなんだけど、いや、すごかったね、前ね。いや、ちょっとね。ちょ、言ってやってよ。肩持たなきゃいけないの、俺。ここで。いや、まあやっぱり男女の本気の、うん、多分本気の恋愛ですよね、だから、うん、本気の恋愛した。究極の本気の恋愛が、究極の本気の恋愛をして、俺人生で初めて。そして本気の大爆発っていう。本気の大爆発、うん、もうあれはもうしょうがないでしょ、うん、いや、だから本当ね、この夫婦にはお世話になりすぎて、だから僕勝手に俺一緒の友だと思ってる。あ、本当ですか。いや、僕も思ってますよ、うん、それは嬉しいですけど。なんか落ち着くんだよな。本当ですか。いや、マジで。最近やけにヒカルさんち入り浸ってないですか。うん、全然来てくんないから。あの一件あって駆け込んだのに、あれ以降全く来ないから。で、今日久しぶりに連絡来たと思ったら、お前の嫁のご飯食わせろって。なんかまあいいっすけど、全然それでも全然いいっすけど。いや、光るんは光るんだよね。まあ確かに、また別軸だね。別軸っすね、確かに。いや、俺あの炎上して光に救われて、はいはい、初めて人を尊敬した。あ、本当ですか。うわ、プロフェッショナル、エンターテイナーだ、ね、この人みたいな。すごい。だって相性も良さそうで、なんか見ても面白いっすもん。まあその何、プライベートの友達っていうよりかは、その YouTube 界の、うん、はいはい、なんか尊敬する人みたいな、初めて来たの。俺なんかこの人のためだったら、なんかもうめちゃくちゃこの人の夢を叶えたいなって。だからあんまり別に持ち上げてるわけじゃないけど、はい、ヒカルの YouTube 出る前は2日前から準備してるもん、俺。体調を。しかし、ヒカルのチャンネルを見尽くしすぎて気持ち悪くなった、俺。今日ちゃんと研究したんですか。今日、
先輩だけど、先輩だけど、研究士、何年先輩だ、盛大な前振りやめろ、盛大な前振り、盛大な前振り、短いが、もう親友だと思ってとか言ってさ、来てさ、何も研究してねえじゃねえか、絶対。いや、挨拶は見た、私挨拶ね、挨拶だけね、最初のほら前の絵でさ、いきなり最初初めてコラボしたけど、挨拶なんじゃこりゃと思ったら、どうも皆さんこんにちは、そう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 、あ、これいつもやってんだっていうのを理解した。今日やってないですけど、うん、まあやんなくていい、家だから。嘘だよ、見たよ、見たっつってもこの日のために見たんじゃなくて、はい、いやなんか普通に作業してる時とか見てるよ。マジっすか。あのね、俺二人のあのなんだっけ、ランキング、あれコンビニのパンとかさ、あーコンビニでしょ、あれ大好き、あーあの忖度なしでね、ずあれさ、よくあんな言葉いっぱい出てくるんだってさ。いや俺もうマジ爆笑したもん。ほんとですか、嬉しいです、なんかめっちゃ面白い。あ、本当ですか。え、何あれ、めっちゃトークうまくない。あーでも確かになんかさ、いや、うん、そうそう、なんかさ、俺から言うとさ、それパン食ってさ、はい、甘いとかうまいとかさ、はい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 、それぐらい終わるじゃん、はいはいはい、なんか超深掘りするじゃん。まあ僕ね、多分ね、対人ってよりかは、うん、対物の方が得意なのかもしれない。そうなんだ、なんか一方的に喋る方が好きなのかもしれない。いやそれ特技だと思うよ。あ、本当ですか。俺結構できなくなってきた。マジか。でも対人強いっすよね、プロだと。まあ人の方がもう対物もさ、中本中卒、あ、中卒とか読んだりさ、まあ、あれ伝説けど、なんか真面目な人をいじるのが好き。あー、ちょっと待って、この光景マジで幸せすぎてきついんだけど。最高っすよ。やばくない？これ可愛いじゃないですか、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ美人。え、見した？見してないです。え、これさ、見す、いつか見せるんでしょ。いや、見せたいって言ってるけど、溜めて見せるんでしょ、本人がやっぱり。私はいや、だってさ、え、モデルとかじゃないんだっけ、エリマネは。エリマネモデルじゃないです。まあ、モデルもちょこっと昔ちょこっと。え、だってスタイルだけじゃないで、顔もめちゃくちゃ美人じゃん。よかったね。いやマジマジ。だからまあ貯めて貯めて、え、エリマネ顔どうなの、顔どうなのみたいに匂わして、最後見せるみたいな感じで。僕がやってるのは、僕の YouTube はオワコンになったら、うん、あの美容関係の案件いっぱい引っ張ってこなきゃいけないから、その時はちょっと頼むよって言ってます。え、だってさ、本当になこなこのお姉さんみたいな感じしない、なごみちゃんの。ちょっとハードル上がりすぎるからねえ。いやマジマジマジ、なごみちゃん YouTube 界のもう女王みたいなのを。いやマジで、だって黒髪でさ、清楚系な和風美人じゃん。うん、確かに。着物とか似合うけど、SK2 とか着そうだよね。SK2 いやマジで。でも着物似合いますよ、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ似合いそう。黒田さんの言う通りです。うん、え、結婚してどれぐらいの。付き合ってからはもう今年で9年目ですけど、結婚はもう今9年目。 2022年。じゃあ2年か。いやすごいね、9年なんだ。9年です、ね、しかも愛がすごいよね。いやまあいろいろありましたけど、僕もプロトさんみたいに浮つき散らかしてた時期もあった、うん、ね、なんかね、いろいろ話聞いたけどさ、で、よく直接会いながらも、今はもう完璧な完璧に夫人で、はい、誰も寄せつけない。僕も床に、まあ床にじゃないですけど、携帯割れたりとか全然ありましたよ。え、喧嘩して、あ、もう手ね、そこらさ、よくなるのもんなんだね。もう落ち着いて落ち着いてみたいな。え、そう、あんまうるさくしたら恥ずかしいから、ね、俺さ、マジで普通に気になるんだけどさ、てめえが原因だろっつって。え、そんな場を、え、沢君も言うの。いや僕は、あ、僕、まあ、めったに言わないです。いや、そこなんだよ、めったに気になる。いや、だからうまくいくの。だから普通の男だったら、いやマジでか、 95% ぐらいの男は絶対ふざけんなってさ、あ、こうなんだよ、こう。なるほどね。だからもうありえないのよ、それ。だから沢君受け止めてるから、はい、うまくさ、こうやってさ、あっちも、あ、できたなじゃないけど、はいはい、あ、こうしていけば優しいなみたいに気づいて、うんうんうん、完璧な夫人になってると思うな、うん、らしいよ。え、どう思う？どう思う？結構、なんか、顔、あざといんですよね、さあざとい。いや、でも、頭いいからね、すげえ好かれそう。誰ですか？いや、いろんな人に。先輩とかさ、めっちゃ好かれそう。あ、先輩はでも仲いいかもしれない、うん、でもなんか、経営者とかでも、僕がハマる人とハマらない人います。え、そうなの？はい。いや俺めっちゃハマってる。結構そのなんていうんですかね、ペコペコすることができない。ペコペコ、あー、もう、あ、そうか。やっぱ先輩すごいっすー、社長みたいな。あ、そうなんしないタイプ。いやいやっす、いやいや、こういうのができなくて、あんまり、普通結構フラットに話しちゃうから、それがなんか、それがいいんだな。結構大きな会社の社長さんとかだと、うん、もっと多分立ててほしいんですよ、社長さんが。そういうのあんまできないから。いやでもめちゃくちゃ俺好きだけど。本当ですか。なんかその見た目からその声が好き。え、口説いてる俺を。俺口説かれてるよ。この雰囲気いいんだよな、うん、このライトもさ。ちなみにもっとエッチにできるんですよ。うまい、そんなこともできるんだ。エッチライトができてる。すごいね。なんかさ、夫婦なのにそういう
さなんかそういう作りにしてんのがいいの。うわーめちゃくちゃいい。そのエッチになっちゃってもうここでもうで夫婦で1年目でこうやってね。いや揉むな本当に本当に揉むな。でも明るくしようですね。うん変な空気になっちゃうから。こうしちゃう。うんえ長くさそういう愛し合う秘訣は何の。えまず愛そうとすることっすね。まずは愛そうとしないやつは愛せないから。確かに言ってるもんね。黒川さん愛そうとせずに他行くじゃん。はそれが他行くからね。大体他行くのみんな。すごっ。これ言うともしかしたら一部の女性はえそんなこと言うんだって言うかもしれないですけど、うん、結構なんかこうあってほしいとか、うん、例えばちょっと筋トレしててほしいとか、うん、結構言っちゃいます。それはなんか理由あんの。やっぱ綺麗にいてほしいから。ああでも大事だと思う。男だから。でもさ、嫌だよね。結婚して2年目とかでさ、もうなんか結構5キロぐらい太っちゃってたみたいな。あ、ちょっと嫌っすね。結婚がゴールみたいなさ、うん、ゴールしたからもう私もういいやみたいな。いや、大事大事。ゴールするまで 120% の自分でいてね、うん、みたいな、うん。そういうことじゃないってこと。そう、だから努力してもらって、かつ、たまにちょっとこう、これ服ちょっと買ってきたよ、つって。うん、これ着てよ。そんなことすんの。あ、ぜひしましょう、しましょう。お前すごいな。だってさ、なんか TikTok とか出てくるけどさ、えやたら紳士でさ。いやいやそんなことないですよ。いいやつでバズってない。バズってるんですか僕、うん、全然バズってないですよ。いやいやでこういうキャラ絶対求められてないですよ YouTube 界で。もっとやっぱプロダさんみたいに破天荒の人がやっぱり YouTube には必要だと思う。いや俺マジで憧れてるもん。めっちゃ紳士じゃん。えだからまだ手札がありすぎるっていうのが羨ましい。手札手札がありすぎる YouTube で言ったらね。でもこの間それこそちょっとまたお仕事で、うん、そういう夜のお店行ったんですよ、うん、あそう奥さんもちろん知ってるんですけど、うん、その時もう自分つまんなすぎてキャバクラあ、じゃあ僕自身が僕という人が、うん、もうなんかなんていうんだどう振る舞ってるか分かんなくなっちゃうそこで芋発動してた。えキャバクラ行ったら芋発動したの。とりあえず酒飲んだりした。俺逆にキャバクラ行った時の自分が YouTube で出てたその時は一番本領発揮してる。一番面白いよ、うん、一番面白いと思う。ちなみにこれ言っていいか分かんないけどプロタさんも自分で分かってると思うけど、うん、めちゃくちゃ夜のお店から嫌われてますよプロタさんこれやばいよ。え俺マジで嘘でしょ。とんでもないぐらい来るよ。え嘘でしょ。もうマジガチブラックリストにしてますよ。でも店から。えでも今ので合致したわ。えだから六本木のジャングル東京っていうキャバクラにさ。あもう黒やっぱりガングロ。いや俺3回連続で行ったの近々最近。まあ2ヶ月前なんだけど。ガングロっすよ。え行って2人3名ですとか言ってさ、はい、ちょっと待ってくださいって言うのよ。今席確認しますよ、はい、今満席でって言われて。あアウトなんですよ。いやこう見たらさガラガラなのよ、はい、黒なんですよ。ここから20人同窓会来るのかなみたいな。いやなんでか知ってます。わかんない。絶対知ってるじゃん。やっぱりそのリスト出たから。違う。え行っていいっすか。いいよ何でもあれ、うん、プロさんさ夜の店行くんですよ、うん、で、まあ、ほぼ確で女の子持ち帰るんですよ。いやいや持ち帰らないです。ほぼ確で。でなんすけどこの人ソフドリか水しか飲まないんですよねマジやめて。店に金一切落とせないから店からしてみたら女の子も持ってかれてかつ店にも金つかないからとんでもないもう店からしてみたら超困る客なんですよ確実に。それもう本当に僕会う人会う人みんななんかいや YouTuber の人なんかプロタンってやつやばいらしいよみんなに言われるんですよ。いやマジやだそれさすがに。すいません。でも多分僕そこで僕思ったのがこの人たちほぼ金使わないんですよ店行って。で狙いの女の子持ち帰るんですよ。まあ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 だからそれでそれがワキワキとかっていうやつですか。ワキワキじゃん。動力戦回収するのやめて。そうワキワキでやるのかな。俺の必殺技じゃないから、うん、ワキワキは。あの炎上で俺知ったの、うん、あギャバクラってお酒入れなきゃいけないんだみたいな。そうですよ。いや俺マジ初めて知ったの。だってヒカルさん動画でも、うん、なんかみんなに煽られて「おいお前入れろよ」みたいな、うん、僕見たんですよそれ、うん、したらはお前なんか絶対入れねえよとか言ってお前ごときになんで俺が入れなきゃいけないんだよ。それも逆にいいのかもしれない。いやだから俺本当に知らなかった。あのコメント欄結構だってなんか称賛されてましたもん、うん、そうだから俺それとかいろいろ踏まえて、うん、うわキャワクラって女の子にちゃんとお酒をなんか結構いいやつね、うん、いや別にいやハイボールとかもいいんすよ。ハイボールとかね、うん、別に入れなきゃいけない何も入れないから。そうそうそう。めちゃくちゃすごい料理なんだけど。
え、どうした？ちょっとそれプロダの取ってあげてください。いや、これはちゃんと僕こんな料理なかなか作ってもらえない。沢くんのその奥さんはめちゃくちゃ好感度上げるわ。 YouTube でマラソンって言いますからね。いや、本当にそれでも何年目ですか？いや、もう12年ぐらいやってる。えぐっ。いや、俺もう切り札出しすぎてもうない。どうしたらいい？いや、もう一夫多妻制始めましょう。いや、もう一枚やっちゃいけない。エロに振り切ってるから。そう、 YouTube で。最近は YouTube 界でコラボする女性の方みんなさ、エロチャンネルって言ってません？プロダクションチャンネルの。いや、俺もうね、もう YouTube で一枚やっちゃいけない下ネタに振り切っちゃってもうさ、首を自分で締めてるけどな。一番怖いのはシミケンさんみたいに名前だけでもう黄色になる。確かに。もう一番自分が分かってるのよ。もう引き出しないのよ、こっちは。そりゃきついよね。前の嫁も消えるしさ、前の彼女もすげえ数字出たけど消えちゃうしでさ、で、また新しく彼女作ったところで。いや、だから僕ね、俺積んでんだよ、ま、マジで。丸の内オイル、レイナさんを逃した魚は相当大きかったと思う。いや、でもそこで言うと、うん、あの子はビジネスパートナーだ、ずっと。前の彼女が恋愛しすぎて、うわ、恋愛ってこういうことかって学んだもん。え、ご飯すごっ。え、こんな本気、とんでもない本気っすよ。え、ちょっと待って。え、ご飯すごい。全く作らないです、普段。え？でも、正直僕、いつもなんで奥さんにご飯作ってほしいっていつも言ってるかっていうと、うん、ご飯バカくすうまいんです。え、だってさ、俺これ食わなくてもわかるよ。まず、器からセンスがすごい。え、ちょっと。これジントニック。え、この企画怖っ。しかもジントニックまで用意して、しかも、このグラスめちゃくちゃいいね。薄張り。薄張りで。え、これ、自家製のジントニック。フレッシュで。うまっ。ええ、天才。え、うまっ。これ初めてこんなジントニックうまい。うまいっすね。ブリ大根。え、これ銀座で出るやつだよ。確かに確かに。食べたことあるもん、銀座で。おでん屋さんとかでね。一緒にお食事行った時食べ、なんかこういうの食べてはったな。そういうのも、え、しかもこれキンパだ。よくわかりました。韓国の。そう。めちゃくちゃ好き。マジっすか？よかった。しかもこれさ、ちゃんとこれ均等になっててね、なかなか均等にできないよこれ。すげえ。ちょ、なんか喋ってよ、カメラの奥でさ。あのさ、 YouTube なんだから、ちょ、ごめんなさい、初心者なんですよ。いやいやいや、普段あんまりそうで撮んないから、うん、喜んで素直に。いや、めちゃくちゃ、嬉しいとか言ってよ。いや、もう顔見なくてもすげえ喜んでるのがある。うん、うわ、ラムチョップ大好き。うわ、これさ、まずさ、器すごくない？だしのあんかけみたいな。夏野菜のだしあんかけ。冷たいです。え、和洋中全部作れるんだ。プロダさんめっちゃ食うじゃないですかって。まあまあ動画だと。これは、うわ、これめっちゃうまそう。チーズと桃と生ハム。うわ、これワインにめっちゃ合うやつじゃん。バリうま。だからプロダさん、一人の女性を愛すってことって素敵なことなんですよ。めちゃくちゃ楽しい動画だけど、きつっ。いや、ほんとありがとうございます。こんな素敵な、こんないいよね、きついって。神、これやばい。ゴッド。俺も超楽しみ。俺もこんな豪華なことそうないから。そうないから。めちゃめちゃ嬉しい、俺も。いや、マジでごめんなさい。え、すげえ、これ何の肉っすか？それもラムです。僕ラムが好きでさ。ラム、俺もめっちゃ好き。野菜が高島屋です。じゃあ、いただきます。うん。うまっ。ラムヘルシーなんだよ。てかさ、ここの夫婦すごくない？レベル高すぎじゃない？そうですか？いや、全然。いや、マジ僕はただ叫んでるだけなんで、日々いつもモチベーションになってもらってるんで。あの、忖度なしでさ、はい、友人として俺はこうさ、こうした方がいいよっての言ってほしいよ。でもそれね、プライベートで何回か皆さんご飯行ってるんですよ。2人でも行ってますし、うん、時に思ったのが、この人に何言っても無駄だなって思ったんですよ。はマジで。いや、無駄だなと思って。いや、はぁ、なんだ。いや、マジで変わんないから。だから僕辞めたんですよ。諦めた。プロタンさんに何言って。プロタンさんは相談してもその日とかに遊びに行くもん。こいつさぁと思いながら、全然俺めっちゃ言ったのに、いろいろと思って。マジ、やめて、お前言い過ぎじゃね。お前って人のチャンネルだからって全部言い過ぎなんだよ、お前。ブランディングとかなっきりで。ピーそのまた、なんていうの、結婚したいとか、うん、あんま、でも思ってなさそうだから、結婚とか真面目に付き合いたいとか、今がすげえ楽しそうだ、見てても。
え、そうっすか。なんか全てを振り切ってついにもう俺は頑張ってその真面目アピールしなくていいんだっていう状態にもあるからすげえ楽しそうだもん。究極体である。そう、今究極体、生きていた究極体である。ようやくたどり着いた本物のプロタへっていう身から出たサビが全部取れてめっちゃツルツルになってる。そう、ならプライベートのプロタン、そして動画のプロタンの境目がほぼなくなった。だから13年目にして究極の自然体にたどり着いた気がするんですよ僕は。確かに思いません、うん、俺どうでもいいやって思い始めてんのよ、うん、もうあの炎上以来。そうですね。だからこそその真面目な人とかにもズバズバ言えちゃうし、うん、もう嫌われてもいいやみたいな。そうだってそのいろいろ問題があった時家来たじゃないですか、うん、僕言ったんですよ、プロさんこれはもうね振り切ってもうラスト全開行った方がいいって俺言ったんだよ。言ってたっけ。言った。いただきますね。はい、はい、キンパ今日せっかく作ってたでしょ。全然なんか、うん、なんか逆に聞きたことないです僕じゃなくて。エリマネに聞きたいこといいの聞いて。喋ることもほぼないですか動画で。あ、そうなの。だプライベートこういう語り動画初っす。サー君のいいところは何だったの。結婚した決め手みたいな生きる力がなんかある。でもみんないいよね。全てなくなってもなんかサーがいれば大丈夫そうな感じ。え、最高な言葉も。飲むわ。やめた。俺また一人になると結構切なくなるからこんな。大丈夫、この後ジャングルとか行くんだから。できんだから。この動画見て毎回満席なの。プロダンさん。毎回ガラガラなのに満席。なんか俺には見えてない客がいるの多分。なこの動画見て多分ジャングルさんも考え方変えてくれる。もう一回チャンスくれるかもしれない。いやマジ、もう一回チャンスください。うん。うわ。美味しいですね。最初の一噛みでうまい。うん。嬉しい。嬉しいね。キンパ得意なんだ。キンパめっちゃ好きで私が。うん、でもサワはあんまり韓国料理好きじゃない。2ヶ月前ぐらいに新大久保でキンパ食べたんですよ。いやそれの全然うまい。ほんまに。よかったな。うん、めっちゃ嬉しい。うま。シンプルにさ、他人が言うときにさ。奥さん褒める男って素敵だよね。あ、そうだから嫌われるぞ僕、つまんねえこいつって。いやそれが人生っていうか2人の関係で一番大事だと俺は勉強したのよ。やっぱりなんか見え張っちゃうじゃん、うん、いや俺の妻なんてみたいな、俺の彼女なんてこうだよみたいな。あーそれよくないですね。じゃあそれを人前で堂々とさ、いや最高だって言える沢君マジですげえなと思う。本当ですか。いや別にだって失敗してそう行き着いたわけじゃないでしょ。自然とそうなってるんでしょ。自然とそうで本当好きだから。何それ本当に。リアルラブプロさんなんかその あの恋愛ドキュメンタリーのなんか番組が出るじゃないですか。ふざけて。いやマジだから付き合う気もなくてやれたら一発やれたらいいからみたいなノリで出るじゃないですか。お前伝承じゃんコメント対応するのやめろ。俺マジ心の中でこいつ一生呼ばれなくなると思いながらこいつマジ番組できになっちまうと思って。みんな思ったみんながプロタンさんにあのこう遠慮して言えてないことを言うからもう。でもみんな一つ言っていい。この人結局付き合う気にさらされないんだけど結局そこでちゃんと爪痕残して一人と絶対セックスするからがっつり。なんなら二人とか三人行くから、うん、でそれもまた、いやお前言い過ぎだろ。それもまた燃えるんだよ、お前らマジプロタンダメんな本当に。半端じゃないから次元違うぞ本当に。いやもう言い過ぎだろ。もう言い過ぎだろ。チーズだもん。アスパラガスうまっ。ありがとうございます。アスパラガスってさ、焼き加減めちゃめちゃ絶妙なんだよ。めっちゃ厳しいんですよ、サワが、うん、超厳しい。僕アスパラ一番厳しいです。筋トレしてる人は特にね、アスパラガス絶対通る道だから。通る通る。アスパラガスって表面だけ焦げてても中身だけなんか草っぽいみたいなのあるの。カリカリの時ある。うん、しっとりしてるかどうか。なんか芯があるみたいな。ちょっと待って、プロさんもしかしたらちょっとサクサクでなんか忖度してるかもしれない。いや、うわこのアスパラガスの焼き方すげえ。これは本当だ。うわすげえいいな。急にジジイでなるのやめてくださいよ。魚それが中華です。それ肉、鶏肉です。あ、鶏肉。お肉で作る。なんで知ってるの。いや、それやってたからさ。うわうまっ。え、めちゃくちゃ鶏胸やばいよね。いや、めっちゃめっちゃやるからです。結構今日は柔らかくなって。めっちゃうまい。ま、お米美味しくないですか。お米めっちゃもちもち。これあ、味はどうすか。ちょっと一回多分ね、鶏胸食べ終えたからご飯食べた。これ多分、うん、やばい米なんだよ。え、でもなんかめちゃめちゃ米がでかくない。1キロ5000円ぐらいの米です。うん、マジで絶対ダメで、あ、美味しい。まああとはぶっちゃけもっと深く言うならプロタンさんにはまだ早い。
まだ早いですか。うん、向こうに対して失礼なことになるから、また、うん、なるほどね。まだそのレベルに行ってない。リザードンを手なずけれるほどのポケモンってるだし、まだバジ、ジ、ジムバッジ1個なのに、1個もない、1個1個もないまだジムリーが倒すんじゃない。まだキャタピーとか戦ってる、コクーンとかと、まだ俺時自分のコクーンと今争ってるよ自分の手持ちのコクーン、手持ちのコクーンを、まあ、や野生のコクーンともずっと硬くなるしか覚えてないからまだまずは守る覚えないと。で、そんな人間がリザードを相手にしようとしてるから、あ、無理だ、無理ですよ、それ無理だね、絶対無理。ただリザードは情熱的だから近づいてくるんですよ、うん、ね、火炎放射もブワッてしたいんだよ。ああ、なるほど。で、それはで、コクーンしか持ってないから、うわ、リザードン強え、かっけえってなるんだよ。うわ、リザードン俺ゲットしたらジムバッジゲットできるかもって思ったけど、わーっていけるってね、人生ね、絶対無理だから、絶対無理。まず、本当にまずコクーン進化されるところから。なるほど。え、別のは何があるの？何でもあります。焼酎のソーダもあるし、ハイボールもできるし、ワインとか飲んでみたいな。いいっすよ、確かにお肉食べてるし。これとワイン絶対合うもんね。だって120何人も継続した人だよ、絶対もう一回行くでしょ、次500人目指すみたいな。500人まではバレず、多分1000人目指してると思う。桁1個増やさなきゃっていうお前すごいな、べしゃりが止まんないな。止まんないっすよ、お前僕何も今日最強の状態なんで何も怖くないから、暴露されすぎたんで一旦割愛みたいな。すぐエンディング、動画の尺8分2秒2時間ぐらい語ったのに。でも沢くんってさ、めちゃくちゃいいポジションだよね、 YouTube で。結構激レアなスタンス、なんかさ、めちゃくちゃその新参のさ若い人ともコラボできるし、子さんのさ、確かになんかすごいよね、その立ち回り上手くない？本当っすか、うん、僕はもう相手の前にいるだけなんで。すごいなと思う。壁の装備、うわ音いい、もう一回いきます。もう何回でも鳴らしたい、もう一回。うわー、うまっ。いけますね。え、なんかさ、このテーブルとこのライティング最高だね。いいっすよね。動画忘れちゃう。いただきます。チーズもガッツリ刺した方がいいっすよ。そうそう。で、バックリ、バックリ、うん、うまっ。これ食べる。この甘みとね、塩味の、うん、交互に、上交互に来る感じ。うわ、うまっ。ぶり大根食べよう。このかぼちゃ食べよう。ジャンルで言うと何が一番好きなんですか？和食。いや、女の子に決まってんじゃん好きなジャンル、メス非属性のメスこのトーク絶対今つまんなかったからカットしましょう。確実に今ひどかったから、多分僕らしか盛り上がってない。この酔ってるこの雰囲気じゃないと面白い。そう、多分みんなこういう顔で見てますよ、うん、今最後の視聴者の顔。じゃあ、いいですか、これいただいて。大根、うわ、銀座だ。うん、ほんとそう。めっちゃ味染み込んでますよね。うん、じゃあその気になるのは、喧嘩した時に、喧嘩するんですよ、だって喧嘩した時にその仲直り許すさ、心落ち着かせるポイント。いや、子供になっちゃうね、喧嘩すると、うん、分かってんだけど、うわ、くそみたいな、目の前にすると言っちゃうみたいな、はいはい、で心の奥底では許したい、仲直りしたいのに言葉で言っちゃうみたいなね、はいはい、あるですよ、はい、あります。そういう時の教えて、そのポイント。でも本当にもう僕らはもう付き合って9年で、結婚してもう2、3年もぐらいなんで、最近一番あった喧嘩で僕が完全にリミッター外れそうになっちゃった時は、僕一回家出したんですよそのなんて言うんだろう、家出？怒鳴りたくもないし、その時の感情に任せて物事言いたくないから避難したんですよ、うん、お前とか言っちゃったんですよ、一回だけ一瞬、うんうん、お前がとかって出した瞬間、もそこなんか自分が弾けて、うん、わ、これ完全にもその我慢のこの音というか、うんうん、扉が開いてしまったっていう状態になったから、あとはマグマが溢れ出してこう、全てが燃えていくっていう状態になるから、未来は見えちゃった。避難しようと思って、うん、どっか違うところで爆発しとこうと思って、うん、で避難してアパホテル泊まったんですよ。2泊、2泊、2泊した。だいぶ考えたね。そうで、まあその間も一回一瞬こっち帰ってきて、服だけ取ってまたすぐ出るみたいな、うん、でその時の仲直り方法は、これ絶対惹かれるんですけど、契約書みたいな LINE 送りました。どういうこと？どういうこと？なんか急にめっちゃ敬語で、ね、私はとか名乗り出したんですよ。こうはないない、そう、あ、もうオツはないない、あ、もう、もうまあまあそこ、こうオツまでいかないけど、あの仲直りする方法は一つしかないと。下記の俺が今から言うことを全部、はい、
絶対守る誓った場合のみ、それができないんだったら明日以降家から出てってもらう。なんかそうみたいな言い方だね。そうもうどっちか出てくかこれを守るか、めちゃくちゃなことではない、うん、僕も完璧な人間じゃないから、うん、ミスとかするんですよ、うん、後片付けできてなかったりとか、うんうん、そういうのに対して言い方こうちょっとあんた、うん、片付けろとかじゃなくて片付けなんかちょっと優しく、とにかく優しく、とりあえず避難して心を落ち着かせたわけだ。そうで優しく必ず接してください。どんなミスが起きても優しく優しくください。俺もだ、俺それはもちろん自分も守るからって言って今それぐらい窮地に追い込まれた時あったんだ。もうめっちゃ本気になっちゃって、もうめっちゃもうこ気持ち悪いな俺と思いながら、こんなキッショクはそれぐらい窮地に追い込まれたんだもん、ね、ただもうこれはもう辛くくって言うしかないと思って、でもそれも可愛いんですよ。誓います、早く帰ってきてって言ったんです。最高じゃん。その2分がどれだけ嬉しいか。こっからが重要で、うん、こっから重要な。そこでじゃあ LINE で誓いますただいまって何もなかったことにするとちょっと気まずいじゃないですか、うんうん、なんか俺もあんな LINE 送っちゃってごめんね、一回座ってちょっとちゃんと話そうって言って、うん、でちゃんと全部その時の自分の心情とか説明するんですよ、うんうん、落ち着いてるか2日も経ってるか、うん、それは落ち着いてる。だから正解だったんだね。マグマがもう一回あの石石化してもう固まってるから、うんうん、だからその時の自分の対処法は正解だったなと思いました。大丈夫ですか？あ、大丈夫です。でもなんか希望持てるな、そんだけ。持てたっていいっすよ、普通に。ずっとラブラブじゃなかったんだよね。ラブラブだけど喧嘩もすんだね。激怒っすよ。結婚指輪だって一回ぶん投げられてるし。あんたと結婚したことが人生の点やわ。やめてよ、それ。あとで動画チェック、一応ね。強固なプライドで、絆で固まってんだな。いや、最高だな、この動画。楽しいっすか？うん、やばい、久々にめっちゃ楽しい。本当っすか？本当にマジでマジ楽しいっすか？うん、でももうちょっとどうでも降りてきちゃった。いや、それが重要だと思う、俺は。で、まだ飲みますよ、この後。全然カメラ止めて飲もうか。がっつりがっつり飲んじゃう。がっつりもうこの後店行けないようにする。いや、もうあの炎上以来好感度めっちゃ高いの、プライベート。あ、だ、な、だ、俺。あ、そうなんですか？あ、その人から。いや、違うもう全員。いやもうさ、イメージ下がりすぎて。あ、確かにね。実際だったらさ、面白い。それがまた面白かったんだ。俺、好感度高すぎて全部イージーすぎるって。最高。叫んなよ、マジで。こいつ。面白いし、紳士だし、みたいな。めっちゃ優しいじゃん、みたいな。ただ喋ってるだけなの。で、気づいたらもう持ち帰っちゃうと。気づいたら、なんかいた。最高に素敵な人だよ。前提としてね。はい、でもやっぱり生き方に自信を持ってる。目がね、生きてんのよ、ちゃんと。自分を持ってんのよ、目が。占い師も。え、私？うん。それなんかさ、もう、夫頼りみたいなさ、そういう感じじゃない。ちゃんと、私は私だからみたいな。めっちゃ嬉しいです。うん。そういう自分の生き方に誇りを持ってる目をしてる。だからこそ、やっぱ気が合わないと、は？何？みたいな。それで多分バチるんだと思う。え、何？そこで切れんの？みたいな。多分なりそうな気がする。意味わかんないみたいな。だから、でもプライドがあるからね。誇りがあるから、自分の生き方、今までの。サウ君はそれを受け入れる、考えなく、ちゃんと理解しようとする優しさがあるの。だから、歯向かわない。だからこそ、成り立ってるのかなって俺は思ったんだ。だからさ、すげえいいこと言ってるんですよ。それがくすうぜえ。だから、俺マジで二人ともすげえと思った。ちゃんと自分を持ってるし、こっちはこっちでね、受け入れる。成功してんのに、ちゃんとさ、うん、嫁のこと第一で、受け入れようみたいな。やっぱ自分の生き方で自信持ってると思うんだよ。今まで努力してきてた結果出して。導いてくれたからね。うん、ここまで。だそういうのがあるんだよね。うん、自分一人じゃないっていう思考を持てるのがすごいよね。うん、俺は結構やっぱり、俺は一人で生きてきたみたいなさ。確かにね。結構波乱万丈で。自分で切り開いてきたな、プロの。そうそう。なんだかんだ。だから。それに対して口出しされると、はってなるんだ。うん、爆発するから俺、マジで。かるそこに関しては。僕は多分プロダさんの立場だったらなってるかも、あ、マジで。そう、結構なっちゃうけど、佐賀君はそれないと。うん、だから、運命だよね、これこそ。うん、だから、運命ってさ、うん、結局、運命って言葉あるじゃん。運命の人だったみたいな。それ、未来を彷彿する言葉じゃないと俺学んだのよ。あ、この人運命だ。だから、うん、将来こんな風な家庭築いて、こんな風な幸せな休日、こんな当たり前の日々が特別になるみたいな。それってさ、未来を想定してるじゃん。未来そう。だから運命ってそうじゃないの。うん、現実を見てほしい。運命ってな、
運命というのは現実を見ることなんだ。だからこそ今2人はこうやってさ幸せ、紆余曲折あってあれだったじゃん、うん、だからでもその過程プロセスではいろんな紆余曲折あって喧嘩してる、こんな普通の人だったら別れたりもうありえない展開になったものが今こうやってさ円満になってるわけじゃん。だから過去を振り返った時にあの時こんな言葉を言った、こんな出会いした、運命だったよね。だから運命っていうのは過去を振り返ってあの時こうだった、で今幸せだよねって過去を振り返る、うん、大事にするもんだと思う。そうね、長いこの経過をね。そうそうそう、だから運命って結構さ今の人ってさうわ運命だからこうなるみたいな、いやないっすないっす、それにさ結構翻弄されちゃうと思う。絶対ないそれは。そうだから2人はそういう風にね、うん、あの導かれて本当の運命の2人だなと俺は感じました。乾杯。乾杯。帰ったら切な俺。うわやべ、沢くんち飲みすぎてお泊まりしちゃいました。沢くんちにめちゃくちゃいいベッド、これうわやべ、やっちゃったマジで。初めてこんな飲んで人んち泊まっちゃったの。うわなんかめちゃくちゃいい匂いする、なんかリビングから。うわまた奥さん作ってくれたのかな、ちょっと申し訳ない。あすいません奥さん、あのご飯昨日お呼ばれしちゃって、またあの朝も作ってもらってすいません。いやお前くらい本当の嫁来ました。ありがとうございます。本当の嫁飯ということで、あの人の嫁の飯を勝手に食うっていう企画で、昨日沢くん家でお呼ばれして、そして寝て、いや本当の嫁だからやっぱり人の嫁っていうの失礼だからフリーでしょ。じゃあお願いします今日あのご飯。やっぱ筋トレしてるやつだって変わってるね冷蔵庫、うん、異常だよ一般家庭の冷蔵庫見てやっとなんか異常な生活してんだって気づくの。何そんなの最近ハマってんの。もうめんどくせえからこれでだって醤油かけてもらうじゃん、うん、さもうめんどくせえが勝るさ変えとして塩かけてもらえすげえ、そんな感じで炙れんの特製のキッコーマン絞りたて醤油、はい、でこれ俺は普段かけないんだけど、まあ、かけた方が美味しくなるから、うん、今日は自分は食べないけどさ、うん、美味しいものを食べさせたいってことで、はい、ごま油をちょっとかけて。おお、はい、これで完成。完成完成ですうまいの普通にうまいうまいうまいに決まってんじゃん決まったもんバーンぶち込んで、そこに決まった米の量ぶち込んで、もう一日朝つくんじゃん。それを全部食べきれば自分の PFC 食えるんですはい、食べきれば一日の栄養素をこれ全部食えばいいこれを5回に分けて食えば以上そういうことを最近やってるから。なんか異質だもんねやっぱり。俺もなんかこれが普通だと思うんだけどさ、やっぱ家庭の料理食べるとさ、なんかもうタンパク質とか関係ないのね。ただ美味しいのがいっぱい、そうそうそう、美味しいのに合う、また美味しいの、そして美味しいのに合う、美味しいのみたいな感じでさ、だから将来そういうのいいなと思った普通に。いやだからね、美味しいお嫁さん、美味しいお嫁さんじゃねえわ、美味しいお嫁さん食ってた、綺麗なお嫁さんに料理作ってもらって、ほら筋トレしてる人のこと気にしちゃうじゃんやっぱり、お嫁さんも。でそういうの気にさせないで、好きなもん食って、お嫁さんが好きな料理作ってそれを食べれる人になりたいなって俺は思った。まあね、俺はなんだろう、現役をさ退いたら普通にやっぱそういう楽しみ、食の楽しみってのを、うん、いつかできるだろう嫁と食を楽しみ、ね、そうでめっちゃ思った俺は。必ず毎週日曜日は、うん、ちょっとさ和食のいいレストランあるじゃん、うん、ああいうところさ行って予約しないといけないって、うん、で嫁とご飯食いながらたしなみながら、うわーやっぱこれ美味しいねって、はいはいはい、週一は嫁とのご飯で、ね、分かる分かる、本当の食の美味しさだよね。そう、それをこう嫁と話しながら、あこれなんか季節の鮎塩焼き美味しいねなんつってさめっちゃ分かる分かるめっちゃ分かる。でさ土鍋で炊いたさちょっと焦げの米みたいな、会話をさ米ご飯の中心にしたよね。そう、なんかさ口説き中心になるじゃん、美味しい料理でもさ、なんか可愛いねとか言ってさ、次ホテルかな、次もなんか会えるみたいなさ、この後どこ行ってどこでなんか、うん、クロージングしようとか、そういうのじゃないんだ、そういうのじゃないよね、
シンプルに好きな人と その目の前にあるご飯をより美味しく感じると。そうで結局さ、ご飯もそうだし旅行もそうなんだけど、うん、誰と行くか誰と食うかもこれ全てじゃん。いややっぱね、あの名言って本当に名言だよね。何をするかじゃない、誰と行くか誰と食うか誰とやるか、そう、うん、やるかってすぐそっち行っちゃうから、うん、あの嫁とか本当に好きな相手だったら、好きやでもさ、なんかすげえうめえなってなるじゃん。うん、確かに、うん、あのしょうもねえ映画のポップコーンでもさ、うん、超幸せってなるじゃん。ははは、焼いて俺たち上司、あれあれ俺なんかさ、二人でさ、いつもこういう語り合いするけどさ、周りだけ叶えてって、こう一番望んでる俺らが一番遠のいててる気がするんだけど、どんどん周り叶えてくるはい、ということで、真の嫁飯はこんな超コスパいいってことで、はい、はい、あの、将来ね、募集してます、そういう人。いや、俺ら未来のための今、布石だから。確かに、こうやってやっぱ結婚できない、いやもうどんどん当たり前の当たり前っていうかさ、みんなゴールしてる幸せから遠のいてる2人っていうブランディングを植え付けて、数年後ね、見返してやろうかなと。そういうこと思います。今に待っとけよ。待ってろ、待ってろ、未来の夢待ってろ。はい、おそらくこの動画見てる人の中にいないと思うけど待ってろ確かに間違いなく確実にいない、確実にいない、確実にいない、確実に連絡してくるやついるかもしれない、確実に違う、確実に違う、読めない、ね、そもそも動画、はい、SNS 系通じて連絡してくるやつに読めはいない、確実に読めはいない、うん、うん、それは間違いない、間違いない、待ってる、待ってる、嫁今、そして周りで今幸せなあの二人組、うん、待ってる、おいつくから、うん、待ってるわ、もっと幸せになってるから、もっと幸せになってるから、嫁連れて和食屋行ってるから、ようやくこんなんて言ってるから、うん、本当だよ、この野郎、週一、週一、もう数字にとらわれない世界で、嫁がいれば幸せって思える人間になってやるから。そういうこと、ね、家帰って、嫁と、ね、イチャイチャすんな、待ってる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 。